こんにちは。こんにちは。眩しいですね。秋です。宮里美香です。ミカプロに先ほど選んでもらったウェッジを使って実際に芝で練習をしていきたいと思います。実際なかなか芝使って練習できることがないので、プロウェッジは特にね、打つ機会がないので、はい、実際にやってみます。私ちなみにボール上がる球しかなくて、その内訳が分かんないです。OK。こういう短い芝悩む苦手、はい、とりあえずあれ、ね、左の手前のピンが20弱、あ、コース回ってるみたい。シリが降りそう。ちょっと降ったけど大丈夫。やっちゃいましたね。本当この短い芝怖いんだよな。ちょっと短く持ってもね。全部やった。全部やった。全部やった。いいよ。顔だ。顔を残す。あ、どうしても手がな、いっちゃうんだろうな。もうちょっと足開いて大丈夫。はい。早い早い早い。さっきヘッドアップしてるって時、今まさにヘッドアップしてた。うん、もう悪くない悪くない、お、今いい音した。え、結構本当顔大事ですね。顔大事。顔とグリップ、まっすぐ引く、音がめちゃくちゃいい、今の音。なるほど。ちゃんとこの芯に当たってる音だから。その今3つだけ注意してやっていったらいいんじゃないかな。だからそんな、なんか全部ってわけじゃなくて、3つぐらいだったらいける。よくうまくいった。今すっごい悪いラインに置いたよね。だんだんほじくってとか埋まってくっていう。いや、うまく打った、打った。ナイス。うまい。うまい、うまい。でも、このライン、多分、フックラインだから、もうちょっとピンの右側に打ちたいと思う。本当にピンに寄せたいのなら。寄せたいね。だいたいフリーを狙ってるぐらいのやつだけど、こんな感じ。それはちゃんと後ろから方向を見て、だいたい目標今これで置いとくけど、このボールにセットアップするような感じ。あ、それぐらい見るんですね。で、若干傾斜があるからグリーンも。だから最初からこう構えていったら多分右向くと思うから、置いて、このボールに合わせて構える、そしたらまっすぐにちゃんとアドレスが取れてると思う。あのボールぐらい。そう、両手で構えた方がいい。こう、もうちょっと左。今狙ったとこ行ったよ。すごい、かっこいい。あれでもう少し強かったら入ってるかも。それはやばい。それはちょっと一回でもずらす。すいません。ちょっとそういう風手前で目印つけた方がいいかも。なんかいかに考えが浅かったかが分かる。そう、ピンだけ見てたらね、なんか考えてるようで。考えてない。そう、なんかちゃんとアプローチの時にグリーンのラインまでちゃんと見るってほとんどなくて、見た方がいいです。見た方がいい。
両手で合わせて、まあ、そう、これぐらい。今ちょっとね、あきちゃん左引っ掛けちゃった。なるほど、うん、当たりは悪くないけど、引っ掛けただけ、うん、随分安定してきました、当たりが、うん、うん、オッケー。あ、ちょっと、まあ、完全に手だけでいっちゃった。いっちゃった。その3つだけで覚えるんですけど。オッケー。おいしい。ちょっと緩んじゃった。ちょっと緩んだ。うん。うまい。ピンかかってる。自分で全然分かってないけど、そう言われると嬉しい。でこれをもっと転がしたいってなると、うん、フェイス構えてもらって、こう立てるって言うんだけど、うんうん、今こう普通に構えてるじゃん、はい、これロフト通りね、うん、ロフト通りじゃなくて若干こう立てる、そう、それだけでいいんですか。それだけで低くボールが出る。ちょっとこうしないと。そういう時はボールは右足寄りに置く。そう。なるほど。手短い。うん。こうですね。そう。もっと振り幅を大きくしないといけない。振り幅を。そう。右足寄りにしない。そう。低く打ちたい時は。そうそうそう、そしたらボールが転がってく。本当だ、転がってる。一番寄りましたね、うん、なるほど。でこの時の状況判断は自分自身のイメージを大事にしないといけないから、うん、こっちから強制はしない。なるほど。上げた方がいいよとか、うんうん、転がした方がいいよっていう自分のイメージはゴルフを大事にしないといけないから、そういうオプションは教えられる、はいはい、その時にあきちゃんがどこをどれ使うか。なんかもし打ち分けられるならこういう感じだったら、うん、打ち放題でもないじゃないですか、うんうん、であのカラーからピンまでが、うん、距離があるから、ね、距離があるから、うん、あの低く出して転がせたらいいなって、うんうんうん、今まで打ち分けられなかったから、うん、なんか結局なるべくピンに寄せるキャリーでって思ってたんですけど、転がすのがでもじゃ楽っちゃ楽である。今手前2つボールあるじゃん、はいはい、あそこにキャリーを落とせば勝手にボールが転がっていくっていうイメージが自分で作れれば大丈夫、うん、で、うん、でこれでも全然転がるよ、ほらほら、あ、すごい、すごい、すごいすごい楽しい、うまいなんか今高く出ちゃったかなって思ったんですけど、今ちゃんと転がってたね。ああいう打ち方もある。あ、ありなんですね、うん、高く打ってるけどボールはしっかり転がる。そこもちゃんとあるんですね。ある理由が分かってないけど打てたけど打てたんですね。なるほど。最後、うん、これでも転がってほら本当だ、止まっちゃった。なるほど。でもそれはクラブ打ちやすそう、うん、軽いから、しかもずっとやってられます、ね、すごいいい、いい感じ。これでも逆に52はどういう時に使うの。あれの時かな、奥の木。もっと長い、長い、うん、まあ、こういう、うん、ロフト立ってるやつの方が楽かも、うん、打ってみる、はい、52でちょっと転がしてみます。これはどこに向くかな。若干スライスするのかな。ちょっとそんな感じがする。ピンよりちょっと左に向くぐらい。ピンよりちょっと左に向く、うん。なんかあのちょっと手前くぼんでるような感じ。こうなってる。うんうん、あの辺に落として転がす。それだとちょっと転がしすぎちゃう。
振り幅を出さないといけない、さっきよりは。転がっていいですよね、意識して。顔です、今の。今の入りすごくいい。音良かったですね。音良かった。あれで10ヤード以上手前。もっと手前。全然手前です。あ、いい音してるよ。もうちょい手前。もうちょい。距離感だけ。強かったな。右手が強かった。今ぐらいで多分距離、あと方向。どうか。これ。おお。入るまである。うま。いやもうこれめっちゃ合ってるよ。本当ですか？いやこれ高いんですよ。確かにこれいいお値段する。しかもそれ新品。新品だよねきっと。これうまい。すっごい楽しい。お、あでもそれでいや今スピンかかってる。なんでかかるんですか？ちょっと聞いて。しっかり打ち込んでるからね。あ、しっかり打てると。しっかり打ってなおかつ芯に当たってるからこの溝でスピンがかかるんだけど。なるほど。今は完全に入りましたね。へー。なんかよくバックスピンとか。バックスピンってなるともうちょっとフェース開いてとかカットに打ったらもう。でも十分でしょ。いや十分です。今のうまい。あれ後で動画で見た方がいい。本当ですか？そう、お願いします。おお、すごい。ちょっとだけ。本当ですね。あとはちゃんと方向がね。もうちょっと右か。もうちょい右じゃないとこういスライスいかないですよね。でもすごいいい入りしてる。え、すごい楽しい。目標物あると楽しいですね。その方が上手くなる。え、ここいいな、うん、おー、うまい。どうか止まりましたね。うまい。でも、すっげーでしょ。うまい。うまい。すごい。ありがとうございます。素晴らしい。やばい。アプローチはやっぱちゃんとした芝でやった方が楽しいですね。ずっとできる。ここずっといられる。ありがとうございました。いや、ずいぶん練習を見ていただいて、3つですよね、今年は、うん、まずちゃんとグリップ、握る、緩まないこと、まっすぐ引くこと、まっすぐ引くこと、あとヘッドアップ、顔が私は意外と動いている。その3つをでも気をつけただけで随分とね、入りがすごい良くなった。うん、音も良くなりましたね、うんうん、本当にスピンも測ってたし。無意識スピンです。思ったよりドルフィンウェッジがめちゃくちゃ良かったですね。すごい良かったと思います。うん、すごい良かったです。やっぱり芝で練習するの大事ですね。いや本当、はい、大事です。なかなかねできないですからね、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、このレッスン動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。バイバイ。頭残すのってすっごく難しい。みんな結構、ね、あっち向いちゃう。カップに向いちゃう。確かに向いちゃう。プロでもずっとやれることだから練習でも。本当ですか？